目に見えて私痩せたって人から気づいてもらえるようになったのは2ヶ月くらい。そこから半年くらいかけてだんだんと今の体重にたどり着きました。それでは食事のルールを紹介していきます。私の食事のルールその1、これが一番と言っても過言ではないです。調理しすぎない。これはもう本当に私の中で今日の動画のテーマで一番と言っても過言ではないと思います。シンプルな料理ほどなんか物足りないな、もっと食べたいなってなりづらくなります。健康を意識して例えばお酢をちょっと入れたりお味噌ちょっと入れたり料理のバランスを考えて健康に調理して凝ったものを作るっていうこともあると思うんですけど食欲が増します。なので私はしっかり調理したものは人を招いたりもしくは自分が本当にこれ食べたい、例えば今日は無性にカレーライスが食べたいとかそういう時にだけ作ります。で調理方法なんですけど基本的には焼く、もちろん蒸したりするのもいいんですけど基本的にはパパパッと味付けはもう塩っていうシンプルな形で素材の味を楽しむみたいな食事方法をとってます。でサラダも基本的にはドレッシングは一切使いません。私の鉄板のサラダの食べ方があるんですけど調味料は塩、胡椒、ターメリック、オリーブオイル、これだけ聞くとちょっと最初と話が違うんじゃないかと思うかもしれないんですけどサラダはこの組み合わせ一択です。これ何人も続けてるんでね忘れちゃったんですよね理由がここに載せておきます。食事ルールその2、夕飯前に小腹を満たすものを食べる。なぜかというと普段食べる時に私は腹8分目を心がけてます。理由はお昼にたとえお腹いっぱいに食べても夕飯前にはちょっと小腹が空いちゃうんですよね。それって私の経験上お腹いっぱい食べても夕飯前にお腹空くし腹8分目に食べても夕飯前には小腹が空くんですよ。でお腹いっぱい食べたとしてもどのみち夕飯前にお腹空いてしまうのであれば腹8分目で夕飯前の小腹が空いた時の食べる量が増えてしまうわけでもなかったので私はその食べ方が定着しました。夕飯前に小腹を満たしておくと夕飯時にドカ食いしなくなるんですよね。腹8分目からの夕飯前の小腹をちょっと満たしておくっていうことをやることによっての最大のメリットだと思います。じゃあ小腹を満たすために何を食べるのがおすすめなの？私は今の季節だと冷ややっことか、さっき言ったきゅうりとかまんま素材食品、調理がしてないもの、豆腐はねなんか作った工程とかがあると思うんですけどそういうまんま素材のもの、私がこの食事のルールをやり始めた頃まだ慣れてない頃はナッツを食べてました。で今年の今の夏の私のブームが冷ややっこときゅうりなのでそこはもうまんま素材の食品であれば皆さんのお好みの、まあ、野菜だったり食べやすいもので大丈夫だと思います。おすすめはもやしとかですかね。食事ルールその3、私の中でこれだけは1日に1度は摂取したいなと思っている食材たちです。全部を毎日毎日しっかりと摂っているわけではないです。なるべく摂れる日があればもう全部摂る、ちょっと今日は忙しくて無理だなって時はまあせめてこれだけはっていう感覚で続けてます。梅干し、味噌汁、もずく、まず一つ目のこの梅干し、梅干しにはバニリンという脂肪燃焼効果がある成分が含まれてます。そしてヌメフラールという血流を促進してくれる成分があります。この梅干しの食べ方なんですけど脂肪燃焼効果のあるバニリンと血流促進作用のあるヌメフラールの成分を加熱することによって増えるのでレンチンして梅干しを食べるのがおすすめです。食事で私はお粥、普通の白粥が好きなので白粥にお塩ではなく梅干しと一緒に食べてます。もしくは冬とかだと温かい汁のあるお蕎麦に梅干しを入れて食べてます。続いて味噌汁、味噌汁がなぜダイエットに紐づいているかというと味噌汁には大豆に含まれているビタミン B 群が糖質を分解してくれるんですよ。もう一つはタンパク質、このタンパ
パク質が消化された後には脂肪燃焼系アミノ酸ロイシンとイソロイシンという成分が入ってます。続いて大豆のサポニン、このサポニンも脂肪の吸収を抑える作用があります。ちょっとここまで聞くと味噌汁にそういうダイエットの効果があるのは分かったと思うんですけど、だったら大豆だったら味噌汁じゃなくてもよくないって思う方もいると思うんですけど、発酵してあることに意味があるんですよ。まあ、簡単に言えば発酵することによってさっき言ったこの大豆の効果たちがより発揮されます。おすすめの味噌汁の具、大根。大根は取りすぎてしまった塩分を排出してくれる作用があります。続いてキノコ類、キノコ類はねダイエットしている方はよく取り入れている方が多いと思うんですけど、本当にキノコ類は低カロリーですし食物繊維もたっぷりです。でなぜこのキノコがダイエットに関係があるかというと、このキノコに含まれるキノコキト酸に脂肪燃焼効果があります。そしてキノコに含まれるカリウムによってむくみ予防にもなります。続いておすすめの具は最後に豆腐。これはもう大豆大豆でダブルの大豆パワーで痩せようっていう、私はその2つを取るとなんかすごい私ちょっと体のためにいいことしてるなって気持ちになります。健康にもいいし体型維持にもなるし、大豆は腸も綺麗にしてくれるので、やっぱもうねダイエットはね腸を綺麗にすることがもう本当に大事なので、腸の状態が良くて綺麗にしておくはもうダイエットの第一段階として考えてもいいぐらい大事なことです。続いてもずく、さっきから腸のお話をしてると思うんですけど、もずくにも食物繊維が入ってます。でもちょっとこの食物繊維は水溶性食物繊維といって、この水溶性食物繊維が何かというと血糖値の上昇を緩やかにしてくれる効果もあります。これは食べると胃腸の水分を吸収してお腹の中で膨らんでくれるんですよね。なので腹持ちが良くなって満腹感が得られます。食事ルールその4、噛む回数。いやもうそれ散々聞いたことあるよっていう方もいると思うんですけど、具体的に噛む回数によってなぜダイエットにつながっているか知ってますか？私もこれは調べていくうちにだんだん分かってきたことなんですけど、実は噛んでる時にエネルギー消費ってされてるんですよね。一番大事なのはここではなくて、エネルギー消費されるのは食後の座っていて何にもしていない時なんですよね。驚きですよね。それはなぜかというと、消化することに体がエネルギーを使ったり、その類のエネルギー消費なんですけど、これが噛む回数が多い方がこの食後に消費されるエネルギーが大幅に増えるんですよ。噛んだ方が得じゃないですか。消化に悪い硬い固形のものを食べた方が胃が頑張って疲れさせるからエネルギーが消費されるかなと思ったんですけど、そうではなくて、しっかりよく噛んだ状態の食事が胃に運ばれた方が胃腸の血流が良くなるそうです。何が言いたいかというと、血流量が増加されると安静時代謝が増えるわけです。よって痩せるのです。咀嚼の回数でダイエットを目指すのであれば30回以上と言われています。なんですけど、具体的に30回って数えてられなくないですか？毎回毎回。私は味わってゆっくり食べるようにしてます。次の一口を運ぶ前に、今食べてるこの一口をいかに幸せを身に染みさせるかみたいな感覚でご飯を食べてます。これはいろんな記事を通して共通して書いてあったことなんですけど、噛む回数が増えれば増えるほど美味しく食べれるっていう文章が書いてありました。よく味わって食べる。食事ルールその5、寝る前は当たり前ですが消化に悪い食べ物は避ける。なぜ？消化に悪いものを食べると睡眠の質が下がるからです。それはなぜ？私は今までのダイエット系の動画でもお話ししてきたと思うんですけど、一番の太る原因は睡眠の質が悪いことだと思ってます。ではなぜ消化に悪いものを食べると睡眠の質が下がってしまうかというと、寝ている間にも消化活動って行われているんですよね。なので消化に悪いものが胃の中にあると、寝ているのに体がリラックス状態に平気になれないんですよ。じゃあまたさらにそうなるとなんで太るの？睡眠不足によりセロトニン不足になって甘いものが欲しくなる体になってしまうんですよ。これ翌日の話です。
加えて、前回の動画でもちょっとお話ししてしまったんですけど、もともと人の体には起きた時にグリシンっていう食欲促進させるホルモンがあるんですけど、これが睡眠不足になると通常よりも増えます。なので翌日、これ多分聞いてる人は思い返すことがあると思うんですけど、睡眠不足の時は次の日めちゃめちゃお腹が空きます。これはグリシンという食欲を増進させるホルモンの仕業です。そしてもう一つ、寝ている間にもうとっても大事なあの成長ホルモン、このバランスが崩れて基礎代謝が下がります。この基礎代謝も下がるし、眠いので次の日の活動量が減るので、その日のカロリーが全然消費できなくなります。対処法、帰りが遅くなってしまった時は、私は消化の良い食べ物を食べます。ちょっとそのまんまなんですけど、私の食事ルーティーンとかナイトルーティーンの動画で、私がおじやばっか食べてることにお気づきの方もいると思うんですけど、私もともとお粥が好きだったので良かったんですけど、病気の時にしか食べないイメージがあると思うんですけど、お粥っていうのはもう本当に胃に優しい食べ物なので、いろんなお味しいお粥、おじやの食べ方があるので、自分好みの消化にいい食べ物を見つけてみてください。そして夜ご飯にお肉が食べたいという時は早めに食べます。夕方6時7時くらいには食事を済ませることが多いです。寝る直前にね、お肉食べるは絶対なしですね。はい、いかがだったでしょうか。痩せた私の食事のルール5つのご紹介でした。今日はね、動画だったのでルールっていう言葉で分かりやすく極端な表現をしたんですけど、ルールって嫌じゃないですか。私も嫌なので、意識するその先に自分が描いている理想の自分が待っているっていうことを楽しみに楽しみに実行していくのが、私にとっては苦しくなく10キロしっかり痩せることができました。ちょっと食べ過ぎだったり睡眠の質が悪かったり、もう全ては食事から来てたので、ダイエットだけに限らず、今日のお話しした内容は健康面でも肩こりがちょっと楽になったりとか、そういういいことも私にはあったので、いきなりこの5つ全部取り入れるのは難しいかもしれないんですけど、自分にとってちょっとこれ1個試してみよう、あ、よかったからこっちも今度はやってみよう、続けてみようみたいな感じで、ちょっとまあ軽い気持ちで試してみてほしい。だって痩せたんですもん、私本当に10キロ痩せたんですもん。長かったですけどでも急に痩せるってことはリバウンドするので、しかも習慣化できないので、ゆっくり痩せていくことがいい痩せ方だと思います。はい、ちょっと最後くどくどと長く話してしまいましたが、この動画が楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いします。それではまたね。